こんにちは、あったかい肌着の店いつみやでございます。夜中の2時にやっております。なんかすごい消防車の音、サイレン、すごいな。一人でやってるでしょ。あの物音に敏感になっちゃってね、カタンなんてね、そっちで聞こえるともうはっとかね。寝たきり認知症の高齢者をなくす筋トレ。この筋トレを日本人全員がやれば、寝たきり認知症のご高齢者がいなくなります。大腰筋って知ってますか？上半身と下半身をつないでいる唯一の筋肉です。脊椎から伸びて腰をグリップし、大腿骨につながっている大きな筋肉の束です。筋肉が落ち始めるお年頃、50代60代、さらに半分に落ちる70代80代、もちろん大腰筋も激減いたします。すると歩幅が狭くなり、足を上げたつもりが上がってなかったりして転んでしまいます。足は1本10キログラム、それを今まで引き上げ続けてきた大腰筋はとっても頼りになるやつだったんですが、さすがの大腰筋も加齢とともに減少し、ある日突然何でもないとこでつまずくようになり、階段が苦手になってしまいます。75歳、大腰筋が激減。何にもないところで転倒、簡単に骨折、入院、1ヶ月寝っぱなし。病院では転倒を危惧し、車椅子で移動。気がつき足の筋肉がげっそりと落ちる。1ヶ月後、母さん、どうだい？母さん？1ヶ月間天井をぼーっと見て過ごして認知が始まる。このパターン一番多いそうです。ここから認知症になったご本人の視点、地方により世界の輪郭は崩れ、文脈を見失い、物事の相関図が把握できなくなる。まるで混沌の中をナビゲートなしに歩き回る、そんな不安定な人生が始まってしまうのです。認知症の人は常に恐怖と不安に苛まれているそうです。嫌だよね、そんな生活。こんな人生後半戦、なんとか回避させてあげたい。一方、家族は介護生活が始まります。ライフワークバランスは崩れ、家族は介護問題を中心に回るようになる。お分かりいただけましたでしょう。大腰筋鍛えておこう。大腰筋の鍛え方、さまざまありますが、無理なく継続できる方法、うってつけの方法があります。それは階段と姿勢。姿勢は常に気をつけているだけでも、実は筋力をとても使います。こう見えて私、幼少の頃バレエを習っておりました。そのバレエの先生は89歳になった時も背筋がピンと伸びておりました。年齢に関係なく、筋肉は維持しようと思えば維持できるのです。そして階段は無料のトレーニングマシン。街で見つけたらラッキーと心の中で叫び、積極的に登りましょう。足を引き上げる動作、これは大腰筋を鍛えるのに一番適しています。階段を登るときは足を引き上げることに意識を置きましょう。筋肉は意識し始めたところから増え始めるんです。1本10キロの足を持ち上げてるんだ、持ち上げてるんだ、そういうつもりで引き上げてみてください。でね、階段の筋トレって意識しだすと、街歩いてて意外に階段が少ないことに気づくんです。で、あ、今日全然階段登ってないなと、階段ないかななんて探しちゃったりして。階段はね、実はレアアイテムなんですよ。見つけたら必ず登りましょう。まあ自分で継続するのが無理な方はジムなんかに通ってもいいと思います。ジムでトレーナーの方に大腰筋を鍛えたいんだと言えば、きっとメニューを組んでくださいます。さあ、今からやった人とやらなかった人、5年後には大きな差がついています。あなたの親御さんにも勧めてみてください。もう70歳だから無理、80だから無理、いえいえ、金さん銀さんは100歳から筋トレを始めて、なんと車椅子生活だったのが歩けるようになりました。100歳からでも筋肉がつくんですよ。さあ、あなたはどちらのコースをお選びになりますか？筋肉貯金コース、それとも寝たきり要介護コース。さあ、未来の自分を選択するのは今です。少しずつ無理せず、ゆっくりと、ゆっくりとね。